ガラクタやオルドです。というわけでカードゲットキャンペーン開始から本日で2日目、撮影時点で2日目なんだけど、編集してたら間違いなく3日目なんだよね。いやー、やらかしたかな。で、実は1日目引けてなくて、1日目が3500円でファイズで、で、配列確認してたら1500円ちょいでアレックスが出たのかな。で、ここら辺で、まあ、ちょっと、これ以上調子に乗ってよくないから、今日は手を引くかって引いたら、各ゲーセンから1枚ずつかな。ボリカス2、3台やって1枚ずつ減って、別のゲーセンで、1台しかねえのに2枚減ってんの。しかもこれ引いた台で。3号でファイズ引いた台からカード2枚なくなってて、あー、まずいなっつって。引きに行こうとしたんよ。揃いも揃って終わり際で打ち切れたんで、一旦空にしてきました。2台ほどで、今日引いたのが5000円ぐらいかな。空にするの含めて5000円ぐらいで、ファイズと1パックで、もう1台空にして3000円ぐらいでファイズかな。で、パック出るまで7000円かかりました。いやー、やったね俺、バカー。というわけで、今回はこのパックを開けていきたいと思います。じゃあパック開けようか。とりあえず左上に撮影時点の価格を載せようかと思う。編集時点と動画投稿時点とは価格が違うから、その辺はちょっとごめんな。じゃあまず1パック目。これだいぶ怖えな。全4種類か。今確かパラレルが7000円ぐらいで、パナが9000円だっけ。環境カードおかしいの。何もない。あ、終わったかもしれん。こいつ3000円ぐらいじゃなかったっけ。エース様って3000円ぐらいじゃなかったっけ。あー、やべえわ。で、2枚目がよいしょ。あ、パラレルじゃん、強っ。まあまあまあ、次の1パック残り2枚出せば、スパナと通常のスーパーインフルエンサー出せばいけるか。あ、スパナともう1枚頼むよ。頼むからね。ほい。終わった。ああ、マジか。え、マジで？ああ。ああ、やっちまったわ。いやー、終わったわ。まあ、通常が出たのはまだいいか。4人もよってエース様ダブルのか。終わったな。これ明日も連行しに行かないとな。というわけで、とりあえず2パック出すのに2万2000円かかったっていう、そういう動画でした。ご視聴ありがとうございました。